実は16年間村のみんなにも言わないでずっと黙ってたことがあるんだ。あんたはね、勇者の生まれ変わりなんだよ。旅の者よ、ようこそデルカダール城へ。逃がすものか。災いをよく悪魔の米。皆の者も知っておろう、勇者こそがこの大地に仇をなす者。行くぞ、俺は信じるぜ、勇者の奇跡ってやつは。今度は離さない。運命ってわからないものね。まさかこんなところであんたに会えるなんて。うわ、出ましたね、新映像。ちょっと鳥肌。